坂。坂は、紀元前6世紀頃から中央アジアに現れる、イラン系遊牧民族。坂とは、ペルシア側の呼び名で、古代ギリシアでは、坂イと呼んだ。また、中国の詩書では、サイ・ソクと呼ばれる種族が、坂に当たるとされるが、異論もある。アケメネス朝の、ベヒストゥン碑文では坂。古代ギリシアの歴史書では、坂イと記された民族は、 古代ギリシア人がスキタイと呼ぶ、北方草原民族のペルシア側の呼び名であると、ヘロドトスは言う。この民族は、アケメネス朝の支配を受け、ペルシア戦争に参加するなど、アケメネス朝では強力な部隊として活躍した。また、ストラボン、チギシによると、サカと呼ばれる遊牧民のうち、特に有名なのがヤクサルテス川、シル川の彼方からやってきて、 ギリシア人からバクトリアを奪った足、パシアに、トカリ、サカラウりであると記す。この同じ事件を古代中国でも記しており、郷土に撃退され、パミールを越えてアムガワ北に移動し、大カ国を征服した、月始の聖戦、あるいは最族の南戦がそうであるとされるが、最族の存在については、否定的な意見もあるため、慎重的な見方をしなければならない。11世紀に作られた、 シャーナーメの主人公の一人、ロスタムは、サカ人だったという説がある。紀元前六世紀、アケメネス朝は古代オリエントを統一して、大帝国を築くと、さらに東へ遠征し、中央アジアの草原でサカと総称される、遊牧騎馬民族と接触した。このサカについて、ダレオス一世、在位、前522年前486年のベヒストゥン碑文では、 サカ・ティグラ・ハウダー、トガリ、帽子のサカ、サカ・ハウマ・バルガー、ハウマを飲む、あるいはハウマを作るサカ、サカ、ディアイ・パラドラや、海の彼方のサカの三種に分けていた。サカ・ティグラ・ハウダーは、中央アジアの西側、サカ・ハウマ・バルガーは、中央アジアの東側に住んでおり、サカ・パラドラやは、海の彼方、すなわち、カスピ海もしくは、黒海の北となり、 キリシア文献に出てくるスキタイを指すものと思われ、サカ人はキュロス2世、在位、前550年前529年の東方遠征によって、アケメネス朝の支配を受け始め、ダレエオス1世の代に制定された20の俗州、サトラッピのうち、第15番目の俗州となり、カスピオイ人と共に250タレントを納税した。紀元前490年、 マラトンの戦いにおいて、サカ人はペルシア軍に従軍し、中央部に配置され、一時は勝利を収めたが、両翼部が当てない、プラタイア連合軍、キリシアに敗れたため、最終的にキリシア側の勝利となり、ペルシア側は敗北した。ヘロドトスはサカをサカイと表記し、紀元前480年にクセルクセス一世在位。 前4 8 6年、前4 5 6年のギリシア遠征に参加した部隊として、がり、帽子の境について言及している。この部隊を指揮したのは、クセルクセス一世の弟であるヒスタスペス、ヒスタスペスであった。サラミスの海戦、前4 8 0年9月以降、メディア人、サカ人、バクトリア人、インド人などの外人部隊は、将軍マルドニオスの指揮下に入り、 その後のプラタイアの戦い、前4 7 9年8月に配備され、この戦いでペルシア側が敗北したものの、ペルシア人部隊に次いで勇敢に戦ったのが、サカ人部隊であったという。以上のサカ人は、アケメネス朝支配下のサカ人であり、その他のサカ人はなおも、ヤクサルテス側の北方に住み続け、常にアケメネス朝の脅威として存在していた。 紀元前334年から紀元前331年の4年間に東方へ進軍したアレクサンドロスは中央アジアを支配下に置きヤクサルティス側を挟んでサカ人と対峙したソグディアナにおいてスピタメネスが抵抗運動を行いサマルカンドを攻撃してアレクサンドロスの後方を脅かしたためマケドニア軍の数部隊が壊滅したアレクサンドロスは観光令を敷いて 敗山兵を全員処刑、すぐさまヤクサルテス川を渡って救援に向かったが、なんだ成果を上げないままりあらずと判断して撤退した。これ以降、サカ人はアレクサンドロス及びその後継勢力と一進一退を繰り返したが、紀元前三世紀半ばになると、西方では同じ遊牧民であるパルティアに服属し始め、東方では尖り、トハラ人が勢力を拡大し、 ソグディアナを占領して、南のグレコバクトリア王国を脅かした。サイが登場したのは、中国史料の関所再域伝においてであり、それまでの四季には一切登場しない。以下は、漢所再域伝の貧国の城とウソン国の城である。つまり、石ク湖周辺の地域、現在のキルギスにいたサイ民族は、強度、老城前雨の攻撃によって逃れてきた大月氏により、追い出され、 剣道、パミール高原、ヒンドゥクシュ山脈を越えて、ンダーラ地方に、貧国を建てた。また、分かれて、パミール山中に、旧循国、遠独国を建てたものや、残って、ウソン国に属したものもあったという。また、発音上、この際民族とサカ族を、同一視する、サイ,イコールサカ説が、E、J、ラパソン、ザッシアンパーシアンインベイダース。 1922年、ww. タルン、ザ・グリーックス・イン・バクトリア・アンド・インド。1938年、AK ・ナライン、ザ・インド・グリーックス。1962年、白鳥・倉吉、蔡民族公などによって議論されており、広く、通説となっている。しかし、おたり中男が、ガンダーラ美術特区、シャン・王朝、1996年において、 サイ民族は存在しなかったと主張したように、一部には否定的なものもいる。カオシコ中がサイと釈迦を結びつけていることについては、釈迦族を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。